はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。プレイメーカーです。さあ、本日なんですが、ついに登場したファイアーウォールドラゴンダークルードネオテンペストを使っていきます。このモンスターかっこよくてさ、強くてさ、最高だよね。で、リンク5っていうね、まあ、非常にロマンス性の高いリンク条件になっている、リンク条件というか、あの矢印になってるんですけども、これ出し方はね、サイバーストグモンスター3体以上ということで、まあ、サイバーストグ機であればどんなデッキからでも飛んでこれる性能をしていますと。はい、で効果ね、このカードがモンスターゾーンに存在する限りバトルフェル中に相手が発動した効果無効化されると。例えばなんだろうな、フェンリルとか、あとバトルフェル、アストラムとか、ああいうモンスターをね、一方的にぶん投げることができるんですよね。これめっちゃ強いです。はい、で自分相手のターンに発動できる効果、これも強くて、愚かな、埋葬が、または愚かな重装ができます。サイバーストグモンスター、デッキ草デッキからサイバーストグモンスターを墓地に送ることができると。で、このカードは墓地を送ったモンスターと同じ属性として扱う。もともと闇属性なんで、例えば、地属性を送れば、地属性であり闇属性として扱うみたいな、で光属性あれば光属性と闇属性として扱うみたいな感じなんだけど、同じ属性としても使って、攻撃とか2500アップするよっていうことで、まあ、大体5500には基本的になるということですね。あちらに先行でも後攻でも、使えるので、だからフリーチェーンで使えるので、先行で1回使って相手のターンで使ったらもう、それだけで、5500になって、6の8000になるか、8000になってなんか属性参考になるみたいなね。でさ、だからバカみたいに脳筋が生まれると。でさらにこのカードは一度のバトルフェル中に属性の種類の数だけモンスターに攻撃できるっていう効果があるんで、これでキル能力も高いと。だからね、ものすごいその妨害能力があるわけじゃないんだけど、ある程度の妨害ができて、脳筋力も高くて、まあ、使いやすいみたいな、すごいね、いいモンスターだねこれは。で、今まで、今回残機で使っていくんですけど、残機はね、Sモンスターアクセスコールトーカーあったんですよね。アクセスコールトーカーを使って、まあ、ワンキル取っていくみたいな感じだったんですけども、まあ、今回からこの新エースファイアウォールドラゴンネオテンペストくんもキル取れるようになってるのと、あと先行でこいつ使うのめっちゃ強くて、これなんでかっていうと、2番目の自分が相手のターンに発動できる効果でサイバーストグモンスター墓地を送るっていう効果あるんですね。で、これを使うと結構ね、いろんなことができるんですよ。例えば、まあ、ドットスケーパー墓地を送ったら、墓地からドットスケーパー蘇ってくるし、あとね、これね、一番強い動き、一番ウェブレムーブするとね、マイクロコーダーを墓地に送って、マイクロコーダー蘇生するっていう動きができるんですよ。スプラッシュメージとかで。だからそうするとね、マイクロコーダーを素材にしながら、デコーとかヒートソウル使ってサイバーネット交付でいくとまでサーチできるみたいな。だから残機の普段の動きに、まあ、例えばパラレルエクシードとかある場合ね、パラエクとかあったりすると、最終場面ね、最終場面サーキュラープラスパラエクから、ネオテンペスト、ヒートソウル超会場サイバネットコンフレクトみたいなクソ強い場面になるんですよね。これだけで1、2、3、4妨害ぐらい、4妨害プラス相手の盤面処理するカードプラス2枚ドローついてくるみたいな、めっちゃ強いんですよね。まあ、その動きをね、できれば目指していきたいといったところですね。はい、で、他にもね、ネオテンペストくん強いところあって、これマルチサプライヤーを墓地に送るっていう動きがね、かなりやばくて、なんでかっていうと、こいつ墓地に送られた場合エクストラモンスターゾーンのサイバー属モンスターの打点倍にするっていうことがあるんですよね。だからファイアウォールドラゴンネオテンペスト自身のここで5500になるんで、5500のモンスターの倍になって1万1000になるっていう、マジやばい脳筋能力を発動することができる。これめっちゃ楽しいんですよ。今日はね、このモンスターを使っていければな、いいなと思ってます。で、普通の残機なんですけど、ギミック上は。やっぱね、全誘発踏むのが、最近結構非公式大会とかでも割と活躍してたりとか、ティアラメンツが減って、まあ、ビーステッドが減るからっていうのもあるかもしれないけど、ちょっといろいろと活躍はしてるんですけど、使ってみたんですけど、誘発マジできつい。全誘発踏むから。残機ってまあ普通にわらし効くでしょ、エフェクトベーラー効く、うらら効く、増時重い、ニベルも普通にケアできないことはある、それからビーステッドきつい、無限保養きついみたいな全誘発効くんですよマジで。だからかなり繊細ではあります。はい、で唯一でもね、強いし、サイキラー1枚がめっちゃ強いからさ、まあ普通に強いんだけど、今の環境においてピュアリーがめっちゃ多いんだけどさ、ピュアリーめっちゃ飛んでくるじゃないですか。ピュアリーに対してね、このスモールワールドからのね、地図消えるサーチ、これができるんですよ。で、しかもこのデッキ結構ワンキル能力高いということで、意外とね、スモールワールドさえあれば、ピュアリー、エクスピアリーノワールか、もう処れるというのがありまして、これをね、
できるのはスモールワールドが入ってるからこそなので、まあ、スモールワールドはサーキュラーをサーチしなきゃいけないっていうパターンはもちろんあるんですけど、サーキュラー持ってる場合は、こういうカードをサーチして相手のモンスターっていうか、まあ、環境への回答を引いてこれればいいかなみたいな感じですね。はい、ちょっと早速ね、ちょっと回し方をご覧いただければいいかなと思いますので、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。ちょ、このデッキ繊細すぎないか。全誘発効くんだが。いや、まあ楽しいけど全誘発させたのちょっと微妙だな。このデッキなんか2ビーで刺さります。まあ、うららも無限保養も効きます。わらしも別に効きます。で、B セット効きます。DD クロー効きます。これさ、誘発刺さりすぎじゃないか。まあね、でもそれをまあ、受けてもあまりあるほどのかっこいいデッキであるからね、ちょっと使っていく、まあ記録はあるけど、あ、これなんもねえな。あ、やった、なんもなかったらなんかあの世界終わらせる展開上、まあ、2ビルケアできないね俺。2ビルケアするときってほんとダイヤ通常召喚して1回ダラン作ってから、なんかそのダランを横置いときながらしたら展開するみたいな感じ、したって横か、横で展開するみたいなことしないといけないんだよね、まあ、ちょっとねダイヤを持ってないときはね無理なんですよね、その動き。ダランブリシアンの効果発動、これまでも、まあ、2ビル打たれても一応その懲戒状は通せるんですよね。これここまででまだ3回なん でダイヤ召喚して、やっとこれで4回で次5回なん でここで2ビル振ってきたら、まあ、一応懲戒状は通せるっていう状態にはなるわけですよ。はい、なんで、まあ、まだ耐えてはいますけどね。あ、チェーン打つんだ、 OK。 で2ビルはないわ、2ビルはないので、まあ、まだギリ耐えてるかなと思いますけどね。これさ、リングイボー維持できないかな。無理か。いやー、でもなんか、うん、これスプラッシュメージでよかったね。じゃあスプラッシュメージで、まあいいや。パラレルシードがあるんで、どっちにしてもモンスター数が稼げてるんで、これはですね、超解除からのスプラッシュメージの動きができるんですけども、これがね、まあ、通った時の一番強い動きこれかなと思うわ今のところは。で、リングリボーとなんか適当なモンスターで、スプラッシュメージ作りますよと。でスプラッシュメージの効果はね、ちょっとまだ使わないという、選択肢、これ後で使います。でちょっとモンスター余ってるんでね、でここで、トランスまず作りますよと。ここと、はい、と、まあこれでトランスポードトーカー作っていく。おい、でトランスコールとか効果発動。あ、これちなみにフェンリルに入れてるとね、このトランスの効果が発動できないんですよ。サイバーストグモンスターしか特殊召喚できないっていう縛りがあるから。だから、これがね、フェンリルと相性悪いから、俺は抜いちゃった、フェンリルを。なんで、フェンリル使えないんだよ、このデッキ。で、トランスと、なんかこの辺の2体を使って、ファイヤーウォールドラゴン、ダークルード、ネオテンペスト、リンク召喚。そして、ネオテンペストの効果発動。一ターンに一度サイバーストグモンスターを墓地送り、そしてスプラッシュメイジの効果発動。スプラッシュメイジの効果によってマイクロコーダーを1枚墓地から特殊召喚、そしてマイクロコーダーとスプラッシュメイジでリンク召喚。現れよ、デコルトかヒートソウル。そしてマイクロコーダーの効果発動。リンクサイドして墓地を送られた場合、サイバーネットコンフリクトを手が何かでいく。これあれだな、ごめん、リンクリボーを使ったの普通にゴミみたいなミスした、ごめん、ゴミミスしました、すいませんでした。これ多分リンクリボー残しておいたら、サブトラ出してリングリボーにしてトラップカード向こうも構えられましたね。だから、まあ、無限保養とかケアできたかなと思いますわ。普通にミスりました。これだから妨害するにはね、ガチでやばいこと起きてたね。1、わかんない、体感5、6妨害ぐらいありそう。で、デコルとかヒートソウル効果発動。さあ、カードを1枚ドローしていく。2枚ドロー&なんか5妨害みたいなことできそうだった。強くね？最強じゃないこれ。これ、サイバレットコンフリクトがめっちゃ強くてさ、その破壊穴とか B セットを無効にできるからさ、その、絶対超解除通せるんですよね。まあ、わらしがなくても。わらしでやっぱ B セットとか破壊穴とかをケアしていくスタイルなんですけど、今回3積みしてるんで、わらし。ライトニングストーム！まあ、このカードの効果を止めるためにサイバネットコンフリクトは入ってると言ってもいいね。貴様が発動したライトニングストームとかいうカードはこの最強のカウントトラップによって無効。何でも無効にできるからね。ああ、めっちゃ強いコンフリクト。
これでベイステッドって言われても大紹介者のうちをチェーンすればいいし、なんか出てきような上これぐらいなんか出てこようもんならね、あのネオテンペストで向こうがあるんで、あのメレオロジックアグリゲーターを送ってね、はい、という向こうの方法がありますので、まあ、一応墓穴も一応ある、まあ、それしかないけど、ここリングにもあったらトラップカード向こうにできたから拮抗勝負とかも聞きませんね。まあ一応バトルフェース入られたら普通にその超過剰打つしかないんですけども、でこれでダイヤを除外とかされて、ちょあの拮抗勝負通されると意外と面倒いけど、まあネオテンペスを残したらといたら大体大丈夫だろう。でもそれでもさあやることがなくなったか、死んだか、あーパリンパリンだな。いやまあだからね、この盤面作ったら大体大丈夫です。ネオテンペストって名前かっけえよな。名前がもうなんか最高だわ。あのカードこれは相手の墓穴などをケア、墓穴、ビーストあたりをケアすることはできるが、あーんと勇者はねあかんねえ。なるほど、一応これは屋敷わらし打ちますか。わらし打って、これアラメシアの儀って言われたら俺大パンするけどいい、大パン案件だけど大丈夫全持ち芸人やめてね。あー旅路はいいわ、旅路はいいです。持ってんじゃねえふざけんな全持ち芸人じゃねえふざけんなよまあでも旅路ステクだから張ってるからまだギリ耐えてるか。でドラッグバック、あと2枚、その手札2枚、あとなんだろうな、その2枚が何かによるな。まあ別にグリボンライダーだけだったら別に無限保有なんとかなるわ。はい、でドラコバックを装備していく。で、グリフォニングライダーが出てくる。あ、オッケー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 、いいよ。全然いいっす。まあ、ただそこまではいい。あとはその手札2枚が何ですかって話。それが何ですかっていう話を僕はしたいんですよ、先生。おー、オッケー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 。ぬるい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 、チャンス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 。これ一望外しかないじゃん。ぬるすぎ。舐めてんのかてめえ。無限包容発動。増字はチャラに突っ走します、もう。ああ、突っ走らないわ。あの、墓穴あるわ。増字は墓穴でケアしている。うららもそう。同じ。ね、サーキュラー発動して、うらら打たせましょうか。シグマからのサーキュラーで。で、特殊。で、あ、でもこれダイヤ召喚したら、これダイヤ召喚したらケアできるの先に。いろいろ。ちょっと、その、ルート行くか。サイバネットマイニング発動して、手札1枚墓地に送って、で、これ、うららって言われて墓穴打てばいいから。で、ダイヤでしょ？これでダイヤを爆誕させて、で、ダイヤ効果発動、サーキュラーはちょっとまだいいかな。で、シグマ対象。なんもない。なるほど。あとケアしなきゃいけないの2ビルくらいかな。先にダラン作って、無効状態立てといてから、これダイヤ素材にしてるエクシーズモンスターは、なんか効果無効にするよっていう効果一応付与できるんですよね、そのターン中。なんで、ダランベルシアン効果、オーバーユニット2個使いますよという効果発動。で、サーキュラー効果、魔法トラップサーチしますよ。こうやってさ、やっぱそのベイステッドないとか、だから全部確認しながら動かないといけないから、ニビルないとか、ウララないとか、ゾウジないとか。ケアするカード多すぎんだよ、このデッキ。あまりにも繊細すぎる。あとはもうキル取るに行くだけど、守備表示モンスターなんで、ネオテンペストは、クリスタルハートの下に出さないといけないんで、ちょっと難しいかな。5500貫通に入れんだでしょ、単なその気すんな、ちょっと。で、リングリボーを出して、これアクセスコールトーカーの弾を増やしてるだけって話ですね。で、こことここ。で、はい、スプラッシュメージ、爆弾していく、オッケー。で、メイジ効果発動していく。自分の墓地から、なんか誰でもいいな。ベイステッド踏まなきゃいい。なんかあるね。
やっぱなんかあるよ。だから一瞬光ってるもん。ほら。あー、はい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 。オッケー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 。それケアできるから。よし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 、危ない。ダランベルシアン君偉いぞ。もう2ミル意外と飛んでくるからね。結構ね。みんななんか意外と1枚か2枚ぐらい入ってる人多いかなって感じ。ランクもやってると。で、とりあえず、残機方程式発動。あとはもうなんかひたすらに無限に、ワンキル取れればいいから。これ2枚剥がせるんで勝ちですかね。さあ、で、サイバー速速、レベル4以下のサイバー速速モンスターに対して察しろ。今からてめえを殺す宣言。俺は今からてめえを殺す。アップデートジャマー特殊を貸して、アップデートジャマーを巻き込んで。はい、お察しいいじゃん。対戦ありがとうございました。あー、手数は出そう。ちょっとパラレルエクシード、あ、パラレルエクシードダメじゃん。2枚引いて、いやもううざすぎるこのモンスター。ちょっとさ、1枚は引きたいけど2枚は引きたくないカードってあるよね、世の中に。はい、デッキの中に1枚は引きたいけど1もう1枚眠っててほしいみたいなカードね。めちゃくちゃきます。パラレルエクシード君ものすごいものすごいやる気。いやこれはしかもピュアリエクスピアリノワール、きめえ、やべえ、どうしよう。え、これあ、しかもマンコッカ入ってのユーザーね。でもちょスモールワールド引いたら一応怪獣がサーチできるんですよ、実質ね。今やっぱピュアリー対策で怪獣って結構ある程度有効で、怪獣でノワールショルとマイフレンドでリソース回復されるんですけど、そのターンにキル取れるデッキだったら関係ないんですよ。じゃ、はい、なんでアクセスとかなんかネオテンペストってキル能力がかなり高いじゃないですか。だからその怪獣でショった後にキル取りやすいんでね、ワンチャンありますね。あのピュアリー相手にもスモールワールドちょっと今ないので何もできない可能性がありますけどね。何もできない可能性が、なんならあの一生出したモンスター一生バウンスされて終わるっていう説がありますけども、暗黒界の鬼神ケルト君出てきた。なんかやばい、なんか暗黒界全部みたいな構築じゃんこれ。そんな枠ある？暗黒界入ってるとアホみたいな展開力出んだこれ、このデッキすごっ。でサクリファイスアニマー、なるほど。でリンクリボー吸収ね。リンクリボー吸うってことでしょ。リンクリボー吸うパターンでしょこれ。リンク先の、あ、なにこれ、リンク4なんかGランディスとか出るの。あ、スカレットか。スカ、いややばいやばい、強強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 強いんだけど。ちょ待って、やりすぎだろ。ちょ、あかんやろ、やりすぎやて。セリュリーはやりすぎだって。ちょ、何これ、暗黒界とピュアリーで一生モンスター前に並べるの面白そう。でもこれめっちゃ楽しそう。これノワールも出ながらリンク伸ばしていけるの強すぎん。ケルトやばい。さあセルリーの効果でケルト出てくる。そうすると役満足特殊召喚できる。でも特殊召喚する枠なくない。激肝モンスターきたな。おい、激肝モンスターきたって。説明しよう。超魔人イドとはフィールド上に存在する限り自分は一切モンスターを出すことができないという激肝モンスター。このモンスターを送りつけられたプレイヤーは一切モンスターを出すことはできない。イドをどかさない限りは。ちょ、イドロックやんけこれ。暗黒界ピュアリーの展開力エグすぎ。笑った、バレルソード。お前これ俺が井戸で自爆特攻しようとしたら趣味にしようとしてるやんこれ。グヌヌヌヌヌグヌヌヌヌ。これさ、井戸のさ自爆特攻をさしようとしてさぶん殴りに行こうとするじゃないですか。そうするとバレルソードドラゴンで井戸をなんか横向かせられて自爆特攻できないんですよねこれ。テクダのカード何も引かんなくて笑った。テクダのカード何も引かんなくて笑った。これ攻撃表示するじゃないですか。もう行くしかないですね私は。バトルレイス、うわー、はい。無理やって無理やって無理やって何もできん。いや、ノワール立っててイドロックはもう絶望しかないんよ。